さんこんにちは、こんばんは。いつもご視聴ありがとうございます。こちらはコンチネンタルジャイアントラビットのリノくんです。リノくんのお部屋なんですが、ただいま掃除を終えまして、こんな状況になっております。綺麗でしょ。これがね、なぜか翌日のお世話の時間になるとめちゃめちゃお部屋になるんです。なのでこのね、今掃除をして整った状態が明日にはどれくらい汚くなっているのかというのを見ていきたいと思います。今綺麗な状態なんですけど、この後きっと動画を進めるにあたってリノくんのお部屋に、うんちだとかチモシーだとかがどっさりこの辺に、見えてしまうかもしれない動画になります。さあリノくんはこのまま、いや綺麗にね使えとは言わないんですが、どれくらい汚れるのか皆様ぜひお楽しみにしていてください。先ほど動画を撮ってから、約1時間ぐらいが経ちましたかね。他の子のお世話が終わってリノくんのお部屋を見てみたら、早速まずなぜかペレットがばらまかれております。もうだから1時間でさ、ちょっとだけ汚くなることが判明しました。まだこの周りは綺麗ですね。これで徐々に徐々に部屋が汚くなっていくんだろうなと思います。はい、今ですね、小動物部屋の方のお世話も終わって、リノくんのお部屋を掃除してから、約3時間ぐらい経って、最終的に見に来たら、ヘイ、やってます。やっております、リノ氏。出したね。今日もこんな感じでチモシーをね出しちゃうんですよ。しかもさ、ここにお皿もいるし、なんなの？なんか多分これリノさん、なんかすごいことになってる。リノ、どういうことですか？こんな感じでね、大変。これがまた徐々にさらに出してとかが続くです。一回あのチモシー戻してみようかな。一回ちょっと戻してみたんですけど、どうしてもね、チモシーってこういう細かいのがね残ってしまうんですよ。なんかこういうの、なんか掃除されるのが嫌でさ、こうやって掃除しようとするとさ攻撃してくるのなあ。リノちゃん、リノ、ちょっともうちょっと綺麗に使ってくれる？っていう感じで、まさかの3時間後に大惨事。なので、また、明日のね、お世話の夜まで、要は24時間なので、また、検証したいと思います。おはようございます。朝です。リノ氏あ、昨日
とそこまで変わらずに食べてくれておりますかね。でもなんか給水ボトルは前に出てきてます。はい、1日が経って夜のお世話の時間になりました。結局ですね、今日はね珍しく暴れてない方かもしれない。そしてここにおりますが、もうね、でもこうやって力で取っちゃったりとか出したりとか、昨日綺麗なのを見ていただいたんですが、ある程度お部屋になりました。ということで、リノくんのお部屋がどんな感じでこうね汚くなるのかっていうのを、時間の経過を見て検証をしてみた動画でした。まあうさぎさんだからね、片付ければいいんだよ私がって感じですね。はい、本日もご視聴ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。近い。